せ日南に着きました。すごい、ここあれだよね、いろいろモアイ像とかさ、そう、ね、確かになんかちょっとインスタ映えしそうなのがいっぱいあるからね、うん、楽しみ。わえ、なに、モアイがいる。本当だ、すごい、あ、すごい、見てたとの一緒だ。わあ、すごい、モアイがもう目の前に、モアイがいます。近くで見たらよりすごいね、近くだと結構大きい。あ、結構大きいね。ね、大きい。え、しゃがんでるのこれ。え、しゃがんでるらしいよ。え、モアイにも運が別々である。仕事、健康、恋愛、地球の平和、結婚、金運、学力。1、2、3。あ、どこだ？私はこれ。4番目か。うん。あ、真ん中だ。でもこれに触る、一緒に触る、一緒に触ろっか。あ、こう見るとすごい、え、おっきい、よっしゃ、はい、せーの、あー、部屋お願いします、夢も叶いますように。え、すごい、なんか、うん、なんか感じる、なんかね、いい、なんか落ち着く、モアイって落ち着く、モアイっていいね、親みたい、なんか神様みたいに。そう、めっちゃ触っちゃう。あとは、どれだっけな。あ、私金運。あ、私も金運。右、2番目だったっけな。これかな。あ、金運アップしますように。お金。もう、モアイ、もう7体全部。みんなイケメンだね。みんなの指先を背負って。わぁ、大きい、あ、モアイが見える、すごい、うわ、すごい、みんなどうやって乗ってた、絶景だね、え、よし、すごいよ、いける、せーので、おー、怖い、わーい、一緒に出発して、あれだけど、そうだね、ブランカーだよみたいな、すれ違う、え、すごい気持ちいい、ねえ、あ、そう、あ、なんかセンターステージみたいな、今からどこに行くんですか？今からちょっと私が行きたかったね、あの、もう私、うん、あの宮崎のマンゴーが大好きなんですけど、そのマンゴーがね、いっぱいあるカフェ、うん、マンゴーカフェにちょっと行きたいと思います。いいですね、そう、インスタでまた見つけてね。じゃあ今日は本当に念願ですね。念願でいっぱい食べれる。あ、着きました。マンゴースター、マンゴースターで、そう、ミスターとか、本当にマンゴー好きの人たちの、そう、最高にマンゴー、マンゴーの色してる、あ、かわいいわ、これは写真とかまたいい感じ、あ、すごい、めっちゃ綺麗、すごい、かわいい、綺麗、めっちゃ色綺麗だね、マンゴーめっちゃやばい、ドリル、失礼いたします、すごい、え、え、やば、でかっ上で思ったよりめちゃめちゃ2、3倍でかい、確かにね、え、すごい、マンゴーだ、わ、すごい住宅、オレンジだね、オレンジだ、溢れますか、そうだね、結構溢れますいや、こんな一口行くことないよ、一口行ってみるね、うん、うん、うん、やばいじゃん、うん、ブワーっていうもう口の中が踊ってる、うん、マンゴーうわーみたいな、うんうん、あ、でもすぐ溶ける、でもマンゴー好きにとってはもうそんなにない、マジでマンゴー好きにとってやばい、これは、うん、かわいいね、うん、
あ、あれです、なんかメレンゲクッキーのマンゴーが入ってるあ、マンゴーの味じゃなくて、あのね、キシオキャラメルソースなんだけど、うん、甘いじゃん、甘いマンゴーって、うん、私パンも甘いからさ、ちょうどいい塩気が来てさ、美味しいな。塩キャラメル、ちょっと苦味みたいな、うん、塩っぽい感じ、うん、そうそうそう、せーの、マンゴースター、マンゴースターのバッジバッジゲット。なんかインスタフォローしたら、うん、もらえるみたいなので、インスタフォローしてもらっちゃいました、ね、かわいいもん、かわいい、これもう、ね、気に、お気に入り、お気に入り、宮崎県に続くお気に入り宮崎キャラクターがさ、そう、本当キャラクターものかわいい、いや、ゲット、いや、なんか2日目めちゃくちゃ早かった、うんね、2日目早かったね。宮崎物産館、ね、物産館さんでのお土産 ね、お土産をね、買いたいと思います。いや、うんうん、さ、あの、愛理ちゃんと、うん、この旅でやりたいって思ってたことがあって、うんうん、それがこの宮崎県の T シャツをお揃いできるっていうので、手芸いいね、あ、いいじゃん、手芸いいね、手芸いい、手芸いいね、手芸いいね、ゲット、はい、着替えてきました、トゥルー、トゥル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 ー、ちょっと、アイリちゃんの方見ます、お、宮崎県がいる、でもアイリちゃんのグレーだからちょっと茶色で、なんだろう、さりげ宮崎県、さりげない宮崎県、隠れ宮崎県、私はもう白で、そうですね、いい感じ、宮崎県、後ろもね、はっきり宮崎県、宮崎県、可愛い、念願の愛理ちゃんとお揃いで、お揃いで買いました。やっぱせっかくね、来たからね、そうだね、こういうものでさ、買いたかったからね、よかった、うん、よかった、はい、ちょっとよく来てるかもしれない、そう、アイリちゃんと会うとき毎回これ着てくる、うん、ま、毎回宮崎今日アイリちゃんでいいみたいなやばちょっとそれは来てきてないじゃんみたいなだってね約束の服、そう、約束約束の服ね、また着たいと思います、そうだね、2人でよく着ると思います、はい、じゃあもうこれで最後ですよ、もうこの2日間さ、うん、初めて宮崎来たけど、もうね、もう2日間あっという間だったね、まずもう空港からさ、宮崎のイメージがガラッと変わって、変わったね、うん、充実してたね、充実してた、マジで、なんか初めて2人で、うん、こういうさ、ちゃんとした、ね、遠出のさ、うん、なんかところとか行ったことなかったから、うん、こうやって2日間かけて一緒に回れてめっちゃ楽しかった、本当に楽しかったです、ね、ありがとうございます、それも帰ってね、それ、本当に、